恐竜時代に進化した生き物、恐竜時代に進化を遂げた生き物たちには秘密がある。そう、恐竜時代、約2億5000万年前から約6600万年前は地球史上最も多様な生物が繁栄した時代と言われています。恐竜だけでなく、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類など様々な生物が独自の進化を遂げました。これらの生き物たちの進化の秘密を解き明かすことは、地球の歴史や生命の神秘を知る上で非常に重要です。近年、化石や分子生物学などの研究の発展により、恐竜時代の生物たちの進化に関する様々な知見が明らかにされてきています。一つには、環境変化への適応があります。恐竜時代は地球環境が大きく変化した時代でした。大陸の分裂、気候変動、火山活動などの影響を受け、生物たちは様々な環境に適応していく必要がありました。例えば、草食恐竜の中には、硬い草を効率的に消化するために巨大な体躯と発達した歯を持つものが現れました。また、肉食恐竜の中には、獲物を捕らえるために俊敏な動きや鋭い爪を持つものが現れました。このように、環境変化への適応は恐竜時代の生物たちの進化を大きく促進する要因となりました。他に、新しいニッチの獲得もありました。恐竜時代には、さまざまなニッチ、生態的地位が空いていました。生物たちはこれらのニッチを獲得するために、独自の形態や生態を獲得していきました。例えば、翼竜は空を飛ぶという新しいニッチを獲得しました。これは軽量な骨格と膜状の翼を持つことで実現されました。また、海生爬虫類は水中での生活に適応するために、四肢をヒレ状に変え、呼吸器官を進化させました。このように、新しいニッチの獲得は生物たちの多様化を促進する要因となりました。また、進化のスピードもありました。恐竜時代は生物進化のスピードが非常に速かった時代と言われています。これは環境変化が激しかったことや、ニッチが多様であったことが原因と考えられます。例えば、恐竜は約2000万年の間に、小型の肉食恐竜から巨大な草食恐竜まで様々な形態に進化しました。また、鳥類は恐竜から進化したと考えられていますが、その進化は比較的短期間で起こったと考えられています。このように、恐竜時代は生物進化のスピードが速かったため、様々な形態の生物が繁栄したと考えられます。さて、恐竜時代に進化を遂げた生き物たちの秘密は、環境変化への適応、新しいニッチの獲得、進化のスピードの速さなど、様々な要因が絡み合って起こったと考えられます。以上、これらの秘密を解き明かすことは、地球の歴史や生命の神秘を知る上で非常に重要であり、今後も様々な研究が進められていくことが期待されます。